ボス君。クインちゃんのパパです。今日はね、暑いからボス君お留守番、ちょっとだけパパとお出かけ行ってきたの。でもね、動画の最後の方、ボス君クインちゃん一緒にワクチン注射行ってくるよ。ワクチン注射はこの前したやろ、お前。何回打つねん。狂犬病の注射です。狂犬病注射打ったらしばらく歩けへんからな。歩けへんってないやねん。大げさやねん。激しい運動したらあかんってだけやぞ、クイーン。注射打ったら、その日と次の日ぐらいは安静しとかなあかんって言うもんな。ほんまはな、なんかもらった紙には一週間ぐらいは安静にしといてって書いてあったけど、お前には無理やろ、一週間も。一週間もじっとしてられるか。でも一般的に言われてるのは、注射打った日と次の日は安静にして、なおかつ飼い主さんがワンちゃん変わって様子がないかどうかをしっかり見といてあげてねってみんな言うよね。よく知ってるやんけ、クイーン。お前賢いな。でもさ、病院に注射行くんじゃなくて、地域の注射やから病院の先生が来てくれるんだよね。ああ、近所でやるやつか。あれ何回かしたことあるわ。病院に行かんくてもいいから楽ちんやな。てかお前さっきからどこ行ってんねん。なんか最初はドッグラン行ったりさ、今度はお前危ないぞ、お前。あ、そこってさ、僕が川遊びしたところやんか。せやで、ここ前ボス君が川遊びしたところやけどな、ここ歩きたいねんけど難しいから私怖いねん。落ちたらどうしよう。お前なら足届くやろ。こんな浅瀬やねんからさ、楽しそうやな。ほんまはボス君も一緒に来れたらいいけど、最近ほんまに暑いからな。もうこれからは夜のドッグランとか動画になるかな。夜は夜で何夜は夜でな、涼しくていいねんけど、なかなか今の時期夜になると寒いから、夏の夜は最高やけどな。まあクイーン楽しんでくれ。俺は家で鹿の骨でも食ってるから。せっかくボス君ダイエットしてさ痩せてきてんのに最近よく食べるな。食べる子は育つって昔から言うやろ。あ、クイーンや、クイーンがいるな。あボス君クイーンがいんで、なあ見て見て。あっつあっつ、もう恋なんてどうでもいい。もうすぐ注射の時間や。あっついぞ、あっつい。もうよだれが止まらへん。あっつい、私もあっついけどボスはもっとあつそうやな。頑張って歩けよ。まあ注射のとこまで歩いていくぞ。あっつい、注射のとこまで遠いな。歩いてってまた歩いて帰ってくんのか。ほんまにあっついわ。病院の先生チクってすぐしてくれたけど撮影できてないやんか。それはせやろ、グレートデッドニューファンドランドパパ連れてってさ、公園では子供たちがいっぱい遊んで、注射にはいろんなワンちゃんが来て、私たち今回も一番やったな。いっぱい集まってくるといろいろ大変やから、いつも30分前行動。パパいい子いい子。何がいい子いい子やねん。ということで注射はね、撮影できてませんでしたが、いつも見てくださりありがとうございます。365日夕方の6時投稿。